はい、別館ですけれども、今週も相変わらずですね、毎週恒例ですが、この、読まない、買わない、買わない、読ませない、週刊新潮と週刊文春ですけど、はい、ちょっとこれ目次をね、ちょっと見てもらえます、はい、まずこれは新潮ですけど、はい、小池蓮舫、なぜ嫌われるというね、嫌われるってね、これ言ってれば間違いないっていうね、そうですね、だから嫌われる、うん、だからね、はいはい、あんまり、うん、面白くないんですよね、そうですね、面白くない、おいおいおいっていうね、はい、うん、ほらこれというのこういうね、これなんかいい、これはちょっと私面白いと思ってるのはね、うん、新ニーサ開始でしょ、はい、これはね皆さんね、あの言っとくと1900兆円と言われる、うん、日本人の国民の預貯金、はい、これを投資に回せと、そういうことですね、ということで、これはみんな国際金融資本が日本からそれを吸い上げようとする、郵政民営化、民営化して一個もいいことになかった、はい、郵便局はなくなりサービスは悪くなり自廃し、はい、ね、そして、ね、株だってどんどん民営化と称して売られていく、はい、でこう NTT 株っていうのは実は日本の、情報通信の中心的な、だから海外の中に役員入れたりね、はい、株やって2兆円しか売り上げないのよ、うん、2兆円のためにこんなね一番の日本の機関のね情報通信のあれを売っちゃいけないんですけどもやってるっていうね、はい、これをちょっと皆さん見ておいてください、うん、見ときましょう。でだから NTT 株もそんなもんになるならもう相対化しちゃう、日本株だったから良かったわけですよ、はい、国のね、うん、はい、これはまあそうで、ここの中に特徴的なのは、うん、今日はって今週は秋篠宮家に対するないですね、はい、まあでもこれは、はい、高清水さんと私が騒いだおかげ毎週ね、それでもちょっと力になってるかもないね、そうですね、はい、騒いでよかったはい、こっちは週刊文春、はい、これはね、あの、はい、さあこれなぜ、ね、秋子女王私の使命、なんかいいインタビュー記事ですよ でしょ、はい、と思うけど、私は意地悪ですから思うと、うん、先週先々週、ね、あの敏宮愛子内親王殿下、うん、そして佳子内親王殿下、うん、はい、こういうお二人やたらと持ち上げてる女性皇族のね、若手の皆様を、でここは秋子殿下ですね、女性皇族、なんかロングインタビューをそのまんまなんかいい、ね、はい、読み応えありましたよというね、うん、いいことだけど、はい、共通項は女性皇族、そうか、女性宮家、未婚の女性の皇族の方、はい、というね、こういうつまり女性宮家、そして奴らが狙ってる女系論者たちが狙ってるのは、女性宮家を存続、結婚後も存続されて皇族とする、そういう背景があるかもしれない、確かに、もう一つその皇族の旦那様になった、はい、ご主人になった方は、うん、関係ないのに皇族にしちゃおう、もうこれは完璧にあのダメな方向ですよ、はい、あのじゃあ直系がいいとかね言い出すわけですよ、はい、はい、着々とこう、さりげなくやってないように見せながら、こっちの方がずるいね、頭が、確かにそうですね、はい、それであの秋篠宮家の危機っていう、はい、あのシリーズはもうなくなりましたね、はい、先週からもうその、うん、シリーズってつなげてやることじゃないですか、ですでももう終わった、2週続けてやってないってことはね、もうやめた、よかった、うん、だからこれ皆さんのおかげですよ、はい、皆様のおかげです、高清水さんとね、はい、私が呼びかけてね、あの宮内庁とかいろんな抗議してください、はい、相当言ったと思います、これきっとそうなんですね、はい、それのおかげで、はい、いやこれちょっとやるとまずいぞと見抜かれちゃったなと、意図をね、はい、秋篠宮家の危機という言い方をしながら、ね、結局秋篠宮家についての誹謗中傷と同じようにそういうことです、うん、いうことですから、とんでもない、うん、ことでしたけど、まあ、とりあえずはまず今のところはということでございました、はいはい、文春の週刊新潮文春、2つは読まない買わない読ませない、そうです、あの立ち読みをしましょうと、うん、はい、ということであります以上です。